出したいと。まあ武道館で僕は二代目タイガーマスクの二回連続で投げてピンしたんで、今回はそれを狙って立て続けに投げたいと。前回ちょっと不運な試合でしたので、そのお返しをさせていただきたいかなと。小林さんとのもしかすると最後になる試合かもしれませんので、この体調のいいことを利用しながら全力でぶつかっていきたいと思います。伝説の因縁対決がついに最終章。シングルマッチ45分の一本勝負、初代タイガーマスクバース小林俊明。初代タイガーマスク対小林邦明のジュニア版のこの名勝負数え歌、ご覧いただきます。実はね、はい、この2人名古屋では初めてなんですよね。そうなんですか。シングルは何かもうたくさんやってるイメージがあるんで、当然と思いましたが、で初代タイガーマスクのまさにタイガーマスクキャラですよね。実は7回しかシングルやってないんですよね。あ、でも7回でこれだけファンにインパクトを残すってすごいですよね。ね、子供の頃の記憶だとなんかすごい毎日のようにやってたようなイメージがあるんですが、実はシングルは7回しかやってないと。ってことはもう初代タイガーマスク対ダイナマイトキッドとかの方が数は全然多いってことですね。にもかかわらず、やはり小林邦明がスターダムにのし上がったのはこの対初代タイガーマスク、その7戦で一気にメジャーになったと。はい、それほどの、まあ、名勝負を7戦で返したという形になりますが、その後このレジェンドのリングで小林邦明は初勝利を。そうなんですね。その初勝利というのもなんかちょっと意外でね、やはりこうマスクを破られるタイガーマスクの姿が、はい、思い出されて、そうするとなんか小林邦明が勝ってたようなね、優位だったようなイメージがあるんですが、本当初代タイガーマスクのファンはこの小林邦明がタイガーのマスクに手をかけると、おいおいやめろよっていうね、みんな感情的になる ね小学生とかたくさんいましたよね。そして前回のその大阪大会では、タイガーマスクのマスクをこのコーナーポストに縛り付けて場外リングアウト出しというね、このプレーをしてましたよね。しかしこの初代タイガーマスクはその結果に相当怒り心頭だったようですから、今日は絶対に負けられない戦いになりますね。タイガーマスク ね、小林邦明も98キロの体重を90キロまで落としてるんですよね今回。そうか、この方が動きやすいということで、で、まあ、小林邦明手術をして、なおかつこうやってリングに上がってくる、はい、そういうところに対してはこのタイガーマスクもすごいリスペクトを持ってるんですよね、はい、さあここでそんな意味でまた飛ぶか、フランチャーかと思わせる動きを見せてまいりました初代タイガーマスク。今タイガーマスクが幹細胞ですか、はい、僕も詳しいことは分からないですが、それを体に注入するというのをやって、膝にはまだ入れてないらしいんですけども、はい、体はなんかすごく調子がいいというふうに言ってましたね。だから若い頃のタイガーマスクに戻りますよなんて、そうですね、発言がありましたよね。じゃあお互いにコンディションいいんじゃないですかね、まあ本当にこのレジェンドのリングイコールベテランイコールコンディションがいいっていうのが共通点になってますね。と記憶なんですよね、やはり問題になるのはね、技術的にはもう本当に体が覚えてますから。あっと青柳さん、ここはタイガーマスクを抑えてね、スパインキック。やはりこの辺りは青柳の手助けというのは当然出てくるでしょう ね、 そうですね。ここね、ただタイガーマスク対平成維新軍という戦いが生まれるなんてちょっとびっくりですよね。まあこの何か時代感が違うところ何にもかかわらず、またこのレジェンドでぶつかるっていうのがレジェンドの面白さですよね。もうタイムマシン乗ったというかね、なんか軸がこうねじれてる感じですもんね、はい、この辺りは何か
小林国明、まずは青柳雅史から呼んでおいてというようなね、匂いもしてきましたよね。で小林国明は今回はフィッシャーマンズスープレックス2連発で勝つと初めから宣言してるんですよね。っていうのは2代目タイガー、要はミサイルつけのタイガーマスクでそれで勝ってると、でその戦法で勝ってやるというね、自信満々の宣言をしてるんですよね。まあ、やはり前回の勝ちというのは相当この小林にとっても勢いになってるんですよね。プラスね、あの小林君は今回がもう最後の戦いだというふうに心に決めてるような感じもあるんですよね。なるほど。今回は綺麗に、あのワンツースリーを取ろうと。得意のフィッシャーマンズスープレックスで最大のライバル初代タイガーマスクからカウント3つを取りたい、これが小林国明の悲願という形になります。しかしそうはさせないとばかりに、この辺りはグランドのテクニック、アームロックに取られたのが初代タイガーマスク。まあ、思えばあの小林国明はタイガーマスクの3年先輩なんですよね。ただあのスター街道にこうバッと一気に上がったのはあの佐山聡タイガーマスクでしたよね。先輩が後輩を追いかける形であの黄金時代が生まれたと。本当にそのジェラシーが、タイガーマスクに対するジェラシーがあの7回、たった7回の戦いだけど、それだけイメージに残る戦いをした原点になりますよね。またこの先輩が噛みついてきてくれたことによって、タイガーマスクも初めはアイドルレスラーと見られてましたけども、そうじゃないんだというストロングスタイルのレスラーなんだということをあの世間に知らしめることできましたよね。あのダイナマイトキッドとタイガーマスクっていうと、どうしても日本人対外人みたいな、何か、その綺麗な戦いがすごくイメージ強いんですけども、小林国明対初代タイガーマスクっていうと、もう本当ドロドロした、ね、感情のぶつかり合いっていう感じしましたもんね。結構小林国明がサンドロックのようにボコボコに蹴られてるシーンなんていうのも思い出しますもんね。当時あのマーシャルアーツ式のものもありますけど、こういうパンタロンみたいな形を履いてる選手も小林国明選手だったそうですね。まあ、日本人レスラーにはなかったですね。本当にいろんなものが新鮮で、かつお互いの意地と意地がぶつかり合うシングルを7回繰り返しました、この小林と初代タイガーマスク。さあどうなんでしょう、今小林国明も体重を今落としているということで、スタミナ面というのはその場合どうなりますかね。少し不安かなと思うんですが、その辺はもう本人分かってると思うんで、影響のない落とし方なんじゃないですかね。そして今度はロペ振って、これはまさかスピンキック。そろそろなんか勝負出そうな感じがありますよね。何かフィッシャーマンへの呪力が徐々に見えてきた、そんな感じがしてまいりました。ブランクがあるとは思えない動きですね。本当に一発一発も正確ですし、あと今のところマスクに手をかけてないですね。そうですね。この辺りを見るとね、いつ、ああやっぱり来ましたね。いやこの辺りもいつ行くかという心理的な、ね、作戦もあるような気がしたんですよね。マスクの手も届くのがうまいですよね。他のレスラーとなかなかこう取るのに時間がかかったりとかしますけど、スーッとねこのタイガーマスクのこの後ろの紐を抜いてまいります。この辺りはさすが初代トラハンター、小林国明たるゆえんです。そしてここはそこ怒りましたね。ちょっとイラッとした表情を見せますよ。強烈な蹴り、ちょっと目の色変わりました。このキックの攻撃をあまり受けてしまうと小林国明もきつくなります。そして今度はリング中央でパイルドライバー、これも得意のパターン、ズームストーンパイル。しかし離さない、今やっと離したタイガーマスク。そしてあえてリング中央だから結構距離あると思うんですよね。かなり遠いコーナーポストの方に行きました。中コーナーからダイビングヘッド、右の肩口ですよね。このまま勝負あるか。しかしここはカウント2つ。しかしタイガーマスククールな感じですね。ですね。あ、ドロップキック久々ですね。ですね。そして今度はプランチャーとうまくかわしていった小林国明。今プランチャー見せるのもそうですね、久々なんですよね。あの膝を痛めてましたからね、はい、調子いいんでしょうね。さあと場外でフィッシャーマンズスープレックス。いや場外で出してくるっていうのはこれ意外なことですね。またも場外リングアウト負けという形になってしまうんでしょうか、初代タイガーマスク。成長を見つめる小林国明、そして場外では、タイ
ガーマスクがダウン。そしてセコンドには青柳武蔵もついている。この辺りも気にしなければいけない初代タイガーマスク、なんとかリング内に戻りました。そしてロープを掴めて水落ちていきますが、リング内だろう。最高でした。再利用までやりました。